日本 の、 あの一般的な住宅の壁の構造はですね、この大壁という壁の構造とですね、新壁という構造の大きく分けると2つの構造があります。ざっと説明するとですね、大壁っていうのは柱や梁などの構造材が見えない状態です。その上からこうボードを張って、柱とか梁がこう露出していない壁のことを言います。でそれに対してですね、新壁は柱や梁などがこう露出している状態で壁を作るものを言います。はい、であの私の家の構造はですね、外壁は大壁にしてます。で内側の壁ですね、内側の壁はあのほとんど新壁でいくつもりです。一部ですね、あの法令上どうしてもこの新壁ではできない部屋があるので、でそれはそのところはそういう場所はですね、大壁にするんですが、ほぼ新壁にします。で柱感があってですね、で、まあ、通常これが120ミリぐらい、まあ105ミリ、昔は105ミリだったんですね。で105ミリから今120ミリぐらいの角材を使うのが一般的になりました。で、和風の純和風の住宅の場合、これが150ミリ角の柱を使うということも多いですね。で、この柱の間に間柱という間柱をこう入れるんですね、間に。で、大壁の場合は間柱もここにひっつけてね、ここに壁を作ってですね、柱がこう見えない状態になります。それに対して、大壁に対してこういう、これは間柱ですね。で壁をこの内側に、柱より内側に収めて作るというのが、これが新壁の構造です。まずですね、この大壁の場合は構造がすごくシンプルです。ですので、あの施工が容易なんですね。で施工が容易ということは手間がかからないので、人件費などのこの工事費が安く済みます。柱とか梁を全部壁で覆ってしまう、そういうこうデザインなので、すごくすっきりしたイメージになります。次にですね、この壁の中を柱の厚み分使えるんですね。これだと120ミリいっぱい使えるわけです。でそうするとこの中に入れる断熱材の厚みを厚くすることができます。断熱性能を上げることができます。当時電気配線をするときにですね、ここの幅が広いのでかなり融通が効くんですね。でここの間に電線をこう通して、ここのまあスイッチボックスをこう、ね、スイッチやコンセントのボックスをこう取り付けるっていう場合に、ここの幅が十分あるわけですから、あのこれもやりやすいですね。電気配線がやりやすくなります。で他にも電気以外でも何かを配管するという場合も、ここの間が広い分ですね、あのやりやすくなります。はい、あとちょっと専門的な話になるんですけど、あの私は建築士ではないので、法令に関して、ね、建築基準法について全部知ってるわけではないんですが、あの日本の住宅は耐震性能の基準があるんですね。で耐力壁というのをあの適切な場所に設置する必要があります。地震の揺れに耐える壁をある一定間隔で作らなきゃいけないんですね。この大壁にするとですね、ここに面材による耐力壁というのを作ることができます。面材、構造用合板と言われるものをこの柱間で1枚貼ってしまうんですね。1枚ベタッと貼ってしまうと、その壁が耐震壁と認められます。でなんか 1.5 倍とか何倍とかこう計算するんですけど、でその計算の中にこの耐力壁を入れることができるんですね。こういう面材を貼ってしまうと。
で大壁というのはそういう体力壁を作るっていうことができます。柱が見えないためにですね、柱の状況が確認できないんですね。日本の気候風土から言うと、一番家をこう劣化させる原因っていうのは湿度だと思うんですね。湿気です。発音が悪いんですね。湿度、怖いのはね、壁の中の結露、壁内結露という、このね、壁内結露、これを起こすとですね、木材が腐りますね。腐りやすくなります。で、この大壁のデメリットは、そういう状態を壁の中に収まってしまっているために、こう確認できないということです。この家が完成した後ですね、住み始めて、でちょっとここに棚が欲しいなとか、何か家具のようなものをつけたいなという時があると思うんですね。で、そういう時に柱の場所がわからないんですよ。で、それを探さなきゃいけなくなります。この板に直接こうビスとか釘で打っても効かないことが多いですから。で、通常今日本だとこれプラスターボードを使うってことが主流です。プラスターボードにこの釘やビスはね、なかなか効きづらいんですよ。で、アンカー、プラスターボード用のアンカーとかを使うこともあるとは思うんですけど、そもそもこの弱い、この石膏ですからね、石膏を紙で挟んだだけのものなので、で、そこにこうしっかり固定っていうのはなかなか難しいです。ですから、この柱とか間柱とか下地のある場所をこう探す必要があるんですよね。まあ、そういう点で、メンテナンスとかですね、あとのこうちょっとした改築がちょっとやりにくいっていうことがあります。もう一つですね、その大した差ではないんですけど、大壁にするとですね、このボード分1枚こう柱より内側に入ってくるので、ちょっとだけ部屋が狭くなります。まあ、6畳とか8畳とか、もっと広い10畳とか、そういう一つの部屋ならそんなに問題はないんですけど、例えば廊下とかトイレとかですね、ちょっと狭い場所の壁だとですね、それがちょっと大きいんですよね。影響が、通路に使うような場所の壁がですね、1センチ狭いだけで家具を運んだりするときに入らないっていうことが多分あると思います。今ほとんどこの新壁の家っていうのはありません。ハウスメーカーが作る家はもうほとんど大壁ですね。もうコスト優先ですから。で、新壁で家を作ってくれるのはもう、まあ、地元の工務店さんとか個人の大工さんとかですね。すいません、先にデメリットを言ってしまったんですけど、まずメリットですね。大壁のデメリットがこの新壁の直接メリットにつながります。大壁で話したデメリットというのが、壁内結露を確認できないっていう点なんですが、逆に新壁だと壁内結露がもう直接確認できます。まあ、壁の中ではないので、柱は露出してますからね、柱の状態を確認できるということです。木材ですから、部屋の湿気を吸ったりこう放出したりを繰り返します。で、それを妨げないという、そういうメリットがあります。乾燥と吸湿というこの自然現象をこう妨げないですね。ちょっとした改築をしようと思った時ですね、棚を作りたいとか、さっきお話したみたいに、そうした時に柱がもう露出してますから、直接ここに何かをこう取り付けるってことができます。まあ、ちょっとハンガーフックをこうつけたいとかね、もう簡単にここに釘を打つだけで済みますから、こことここをこうつないで、ね、木材をこうつないで何かをここに取り付けるとかということも簡単にできます。はい、あとは大壁に比べて部屋がちょっとだけ広くなります。ちょっとだけです。ちょっと大壁の方で言い忘れたんですが、この壁をですね、塗り壁にしたいっていう場合、土壁とかですね、漆喰塗り、今珪藻土が流行ってますから、そういう塗り壁にしようとした場合、この柱と柱でこう区切られてるんですよ。で、その方がですね、一人でやる場合は非常に施工が楽です。左官作業って一気に終わらせなきゃいけない作業なんですよ。大壁のようにですね、
一面がずっとつながっているとですね、部屋一面ずっとぐるっと四方がつながった壁だと途中でやめるってことができないんですよ。塗りつぎができてしまうので、仕上げ塗りの時に途中でこう漆喰塗りを一回止めて後で塗りつぎをするとですね、そこに境目のラインができてしまうんですよ。これをね、きれいにならしてこうなじませるっていうのはね、これプロでも難しいんじゃないかな。これね、すごく難しいんですよ。で、そういう意味でですね、この新壁でないと、もし一人で塗りをやろうと思うとですね、塗り壁を作ろうと思うと、この新壁でないとやれません。大壁だとできないですね。壁の厚みが薄いためにですね、断熱材を入れる厚みはですね、薄いものしか入りません。これは大壁の方のメリットの、その全く対照的なところですね。で、同じようにですね、配管や配線をするときにですね、ここの厚みが薄いために線の取り回しが非常に厄介ですね。ちょっとかなり頭を使わないと、この間にこう線を入れるっていうのがね、なかなか難しくなります。はい、で、大壁の時のようにですね、面材による耐力壁っていうのを作ることができません。ここに直接こう柱に直接こう打って使うこう構造用合板っていうのが使えないので、基本的にはこの柱と柱の内側に筋貝を入れることになります。筋貝の貝はこの違うっていう字を使うっていうこともあるんですよね。筋貝、こういうね、その筋貝を入れるためにそれが邪魔になるってことがね、よくあります。こういう筋貝ですね、片側だけの筋貝と、これを交差させて入れる筋貝と、2種類あるんですが、もう交差させるとね、もう中がね、どうにもならないですよね。非常にやりにくい。これこんなになっちゃいました。すっげえ。この間ですね、上着のポケットに入れたまま洗濯してしまって、で、そしたら